目が覚めた。誰も彼も眠った頃、夜の冷気でまぶたを開ける。暗い夜、家の中にみんなはいない。向こうから見知らぬ人がやってくる。凶器を手にしてやってくる。みんなをそうしたように、僕もバラバラにしたいみたい。よくわからない。森は黒くて見たくない。地面は赤くて見たくない。だから、空を見上げることにした。夜空には、ただ一人きりの月がある。音もないまま、ドスンと痛みが走った。何も見えない。世界がだんだん消えていく。その中でずっと綺麗に輝いてる。ああ、気がつかなかった。今夜はこんなにも月が綺麗。昨日あなたに殺された女よ。覚えていてくれて嬉しいわ。私を殺した責任ちゃんと取ってもらうんだから。ほら、私ですよ。先週会ったばっかりなのにもう忘れちゃったんですか？これはもう成敗するほかありませんね。お久しぶりですね、兄さん。兄さんは以前とあまり変わってはいませんね。お待たせしました。いつでもご奉仕させていただきます。お帰りなさいませ、四季様。何なりと申しつけてください。ふざけるな。死んだ人間が生きてるはずがないだろう。決めた。やっぱりあなたには私の手伝いをしてもらうわ。この町に根付いている吸血鬼の始末をちょっと手伝ってもらおうかなって。